始めようか。やるですよ。あの、誉さんが言っていました。カジノ王さんは寿命を竜の卵に吸収させて魔力に変換してるんだって。なんでそこまでして。もうやめにしませんか。分かってねえな、あゆみ。太く短く生きる、それこそがギャンブラーの本懐ってもんだ。それに竜の卵に慣れておく必要があるしな。貴様らやファントムキャッツは所詮前座に過ぎん。てめえらをぶちのめした後は誉の番だ。ボスとあんたが戦うことなんてないけどな。なぜなら筋肉はがきギャンブラージジイはここで私たちがぶちのめすですからね。カジノ王さんはとっても悪い人で私たちの敵。それでも寿命を削ってまで戦うなんてやめさせた方がいいに決まってる。そうですよね先輩。私は姿を隠して近くから攻撃するね。二人はカジノ王さんが私に気を取られている隙をついて攻撃を。早くこの戦いを終わらせよう。楽しまなくっちゃな。本気で行くぜ。たぎってきたぜ。やるじゃねえか。これで終わりか。暴れ足りねえな。